飯どこ行く？なんかいい感じのさ、おいしいの食べたいね、せっかく来たから。この辺でちょっとこう口コミがいい感じのところとかないの？ジェシーズバー、あとすき焼き北斗とか、森本京都って店とか、本格手打ちうどんタイガとか、居酒屋いつき、賃貸アパートユーゴソーとか。賃貸アパート言うの？賃貸アパートこっちだけ住めるってこと。いいね。そう、なんかそういう地なんのとこ行きたい。ハードロックカフェ京都ってなったよ。すげえおしゃれだ。行きたよ、行きたかったな。あ、これはん京料理六盛り、六世だから6人がこれから盛り上がっていくよって。いいじゃん、いいじゃん。あ、すげえ美味しそう、コース料理とかあったよ。ぴったりじゃん。じゃあそこにしよう。うん、10分ぐらい。オッケー、じゃあもうそこにしようよ。もう一つ案があった。俺5000円で一人で食べる恵比寿のさ、いいよ。あ、そこどう？恵比寿に行くまでにさ、お金かかるじゃん。あ、そっか、ごめんね。あ、見て、下のカバン持ってる人いる。あ、ほんと、ちょっとジェシー、ジェシー、ジェシー、ありがとうございます。よっ、夢みたいな。しかもさ、タイガに関してはよだからね。ああいうのが思い出になるんだぜ。しかも知ってる？ジェシー、自分の夢みたいだろうなって言うみたいじゃない。でもさ、自分の応援してる人がさ、まあ確かに、ね、いやでもあっさりしたもんで、もう歩いてったよ。普通にさ、もう会えたから帰るとか言ったっけ。ずっと止まってない。なんかさ、街中にこうやってさ、ストーンズのさ、グッズを持ってさ、歩いてくれてるって、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、嬉しい。しかもめちゃくちゃ似合ってるね、みんな。やっぱりあと俺らもさ、その街中でさ、ちゃんとこう日常使いできるようにっていうのでさ、バッグをさ、そうだね、考えたからさ、今の子とかさ、友達に言ってもさ、信じてもらえないんじゃない？急に車からさ、覗いてさ、よって言われたんだよねって。うちは誰も信じない。誰だ？あ、ジュリのうちは持ってた。よって言えば。え、じゃあ結構ゲイ君はやっぱ近いのか。近いんじゃん、会場が。あ、そうか。あ、いた、また、あ、行け行け行け。シダ、シダ任せろ。止まれ、止まれ。おーい、おーい、おい、ありがとうね、買ってくれて。元気。じゃあ後で、後で、じゃあ後でね。後で、後で、そっちもいるぞ、そっちもいるぞ。レアな方がいいから。閉めて、閉めて、閉めて。楽しい、楽しい。チェンジザイロ、チェンジザイロじゃん。あ、来たよ、死んだら来たよ。任せて、チェンジザイロは任せて。チェンジザイロした。うえい、俺らって本当バカだね。うえい、うえいって。あ、いたいたいた、またいた。いけ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 、どっち。右右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 右。はい、ありがとうね、グッズ買ってくれて。ありがとう。ありがとうございます。かわいい、かわいい、左左左左。すいません、あの、ストーンズってどこですか？ありがとうございます。閉めた、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 バイバイ。違う、前よ。長くやっちゃうとダメだから。ジェシー、一言だけ言ってあげて。すいません、ストーンズってどこですか？ジェシー、閉めて、閉めて。あ、これロアシアター。あ、ここか。ちょっと、あそこかしかして。めっちゃ近いね。本当だ、6世ってことだよ。ありがとうございます。6世さん、すごい、めちゃくちゃいいじゃん。俺超いいとこチョイスした。ありがとうございます。6つながりで、私とこにね、来られるでしょ。もうその後すっごい人気が出はるんですよ。もうすでに人気の方ですけども、人気にならはります。ありがとうございます。ご利益いただきます。わあ、すごい美味しそう。いただきます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 。あ、うまっ。酢漬けみたいな。あ、うん、一応おいしい。うまい。お餅昆布、味染みてるのか。食べれるのか。ハムと松茸のハモった。うわー、ほら、これやばいな。これやばいわ。うわ、これやばいよ。じゃあ俺、お出汁の方から。俺もお出汁いただこう。カボス入れるとすごい。うわ、めちゃくちゃうまい、これ。カボス入れた。だ、うまい。やばいね。あー、ハムと松茸のハーモニー。お、ハーモン、すごいハモハモしてる。でもなんか俺、京都でご飯を頑張って食べるんだったら、こういうのを夢見てた。わかるわかる。いやでもわかるよ。この京都の中で、プラス、このなんか静かにして食べないといけないみたいな、この状況を始めましたから。なんかこの景色とか雰囲気も込みのお食事ね。わかる。でカボチャは待って、このウニクラゲみたいなめっちゃ美味しい。ウニクラゲ、ほんとすごい。で、かぼちゃも本当にすごい。かぼちゃ本当やばい。かぼちゃ本当やばい。これやばい、本当に。マジで
なんかおかしいと思うよ。あっ、やばい。え、俺めっちゃさ、家のかぼちゃの煮付けに味似てる。いや、めっちゃ甘い。お前どんだけうめんで作るの。で、この器が人間ホコホ。え、いいのこれですか。はい、中川先生という方に作っていただいて、触っとこいっぱい。あ、そんな気しますさすが、さすが、お目が高い。やっぱ滑らかですからね。マジ私、食レポなんてしなくたってこんなうまいに決まってるじゃん。いやでも本当こんだけ美味しいもの食べていい空気味わったらもう本当頑張るしかないね。頑張るしかない。やばい、幸せだね、うん、本当。いやすごい、素晴らしい。朝からさ、成功しますようにって神社行ってパワーもらって、ちょっと癒されてドライブしてうまいもん食って、この後ライブやってホテルでゆっくり休むみたいな。マジさ、最高じゃん。やばい、超幸せな一日だよね。なんか昨日絶対寝起き来んなよみたいな言って、ごめんね、ごめんね、ごめんなさい、今日寝起き来てもいいよ。でも実はですね、もう僕打ち合わせしてて深夜1時に寝起きできる始まった。起きてる、起きてる。寝起きじゃなく寝る前で。てかでもほんとこんで食ったら本当に栄養的にもいいね。これがツアーの醍醐味というか楽しさでもあるよね。その土地その土地のご飯だったり、うん、空気感だったりを味わえるっていうのもいいとこだよね。うわうわ、お熱いのでお気をつけてください。ダメですよ、こんなの持ってきたら。すごくね、これ。すごい、このお味噌をたっぷり絡めてお召し上がりください。赤こんにゃくとか、カモロースなど。カモロース、ま、お味噌すごい、うわ、濃厚。エビ食いて。で、ね、小2ぐらいだからアレルギー発症したの。知ってんだ、美味しさは。めっちゃ辛いよね。カモロースがすごいね。カモロースうまそう。あら、お味噌美味しいですね。これうますぎる。うわすごい。マツタケご飯、うん、赤だし。え、マツタケご飯ですか。はい、いや、この人多分一番好きなんです。イバですよね、これ。はい、お岩さんです。お岩、はい、わー、おー、全部最高。どうしよう。いや、これね、多分今までで一番ちょっとやっちゃったね。てか、いろんなやっちゃったね。今日さ、俺ら贅沢しすぎた。ちょっとね、待ち当たりよ、これ。いや、YouTube やっちゃったね。本当、来た。6人で食べた中で一番豪華じゃない。豪華。でもマジで感謝ばっか。だって、京都に来れたのもライブでみんなが呼んでくれたから京都に来れて、なんか本当ありがとう。なんて言えばいいか分かんないんだけど、どうしようか。本当ありがとう。あとで缶コーヒー買うよ。50本天秤かけてる。はい、じゃあ閉めます。閉まったよ。お、閉まったよ。いいじゃん。以上、スタンドでした。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すみません、もっとゆっくりしたかったんですけど。ほんまですね。すみません。京都では、おきばりやすって言う。おきばりやす、キャンディーで言う。俺が言うんだよ。俺、ローリーの感想で言うから。やめて、ごめん、俺、ローリーの言い方で言いました。